第4章までの物語。幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。第5章、鉄の掟。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん？なんだ？ああ。さあ、お涼ちゃん。お涼。ありがとう。これは。衣装のデザイン設定で変えちゃってたから急に変わったね。お前が裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん、せやね。斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあ、そろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。周りの人に恵まれてるな。今日は東堂から任務の説明を受けるんだったな。トンショへ行こう。行きましょう。さあ、楽しんでいくぜ。あの居酒屋随分と騒々しいな。酒気を帯びた偉人。ナイス飲みっぷりだよ。そうかい。こんなに楽しく酒を飲んだのは久しぶりだな。さあ、どんどん飲んでね。それでさっきの話の続き聞かせてよ。すまね、こんなこと言いたくないんだが、そろそろ帰らねえと女房に怒られちまう。こんなに酒をおごってくれた上に愚痴まで聞いてもらって悪かったね。おかげで元気もらったよ。また飲もうぜ。おもう帰っちゃうの？もっとたくさん話聞きたかった。でも仕方ないね。グッバイ。また飲もう。女房さんと仲良くするんだよ。何もんだ。人が減っちゃったね。他に一緒に飲んでくれそうな人は。お前もずっと見てるからだよ。へい、そこの侍さん、カムヒア、こっちこっち。俺を呼んでいるのか。呼ばれ待ちだったろ、お前。俺に何か用か。一緒にお酒飲まない？私が全部おごるよ。え？なんだ、酒の誘いか。どうして俺を。私、いろいろな人とお酒を飲んで、いろいろな話を聞くのが大好き。お仕事の話とか悩み事とか噂話とかに、いろいろな人の話を聞くと自分が知らない新しいことをたくさん知ることができるんだよ。でもまだ侍さんとは飲んだことない。だからお願い。一杯だけでいいから飲もうよ。仕方ないね。ああ、それなら一杯だけなら付き合おう。サンクス、ありがとう。侍さんと飲めるなんて夢みたいだよ。
さあ、グッと行きましょう。グッと。まあ、あの偉人も何かに巻き込まれるんでしょうね。おお、腰に刺した侍ソード、ベリークール、刀、すごくかっこいいよ。侍さんよろしく。私、アーネスト・佐藤というよ。佐藤？外国人なのに日本人のような名前なんだな。日本の皆さんからは佐藤と呼んでもらっているよ。俺は斎藤はじめだ。おお、斎藤さん。佐藤と斎藤、ちょっと似てますね。斎藤さんは日本のファイター、侍だよね。ああ。新選組で隊長をやっている。新選組知っているよ。ベリー強い剣術の達人さんたちのことでしょ。飲み友達に教えてもらったよ。侍さんは大昔から刀で戦うって聞くけど、他の武器は使わないの？人によるな。俺は場合によっては銃を使うこともあるぞ。ああ、銃を教える人か、これ。なんか言ってたな、そういえば。おお、刀と銃を両方使って戦う侍さん、見たことも聞いたこともないよ。もしかしたら斎藤さんは最強のファイターかもしれないね。ふん、そう言われると悪い気はしないな。だが今の京には強い奴が集まってきている。もっと強い侍に会うことがあるかもな。なるほど、いろいろな強い侍さんがいるんだね。侍の話もっと聞きたいよ。随分と好奇心が旺盛なんだな。酒をおごってくれるのはありがたいが、そこまでして話を聞きたい理由があるのか。理由はベリーシンプル、とっても単純ね。日本人の話を聞くのが楽しいから。私、日本には仕事のために来たけど、ずっと前からこの国に憧れてたよ。実際に暮らしてみていろいろ見えてきたよ。日本人は優しくて興味深い思想を持っているね。本当にいい国で、想像をはるかに超えているよ。だからよく仕事をサボってみんなに会うためにお酒を飲みに来ちゃうんだね。え、佐藤さん、こっちで一緒に飲みましょうよ。はいはい、今行きますよ。ソーリー、ごめんね。少しあっちの席にも行ってくるよ。ああ、わかった。人気者だね。あんた、佐藤さんと飲むの初めてかい？ああ、今知り合ったばかりだ。佐藤はみんなに顔を知られているんだな。ああ、そうさ。この辺りじゃ有名な人でな。いつも気前よくうまい酒をおごってくれるんだ。それに、どんな話でも楽しそうに聞いてくれて、目をキラキラさせて子供みたいにはしゃぐんだよ。それで面白い外国人がいるって話題になってのさ。なるほど。そういうことだったのか。驚いたな。外国人というだけで警戒されてしまう世の中だというのに。日本人に混ざって酒場で盛り上がり、しかも受け入れられているなんてな。よいしょっと。うやっさ、伊藤さん、お酒も飲み干しちゃいましたね。店主さん、もう一杯くださいよ。おい、せっかくだからもうちょっとだけ飲んでいってよ。侍さんの話だってまだ途中でしょ。わかった、そこまで言うならあと一杯だけもらおう。ほら、斎藤さん、いっぱいね、いっぱい。え、これ何のサブストーリー？誰もいなくなった。ふむふむ、なるほど。剣の流派、武士道の精神、上位思想、侍さんの世界って奥深いよ。う、一杯だけのつもりがうまく酒を注がれ続けて、たくさん飲まされてしまった。おや、斎藤さん、酔っ払いさんみたいだけど大丈夫？ああ。いっぱい飲んだね、斎藤さん。たくさんお話聞いたのに、まだまだ聞きたいことばっかりだよ。他の皆さんは酔いつぶれて帰っちゃったけど、せっかくだから二人でもう一軒行かない？いや、俺はもう。落外に面白い話が聞ける居酒屋があるらしいから、そこに行こうよ。落外？まさか落外のことか。やめておけ。落外はこの辺りよりずっと治安が悪い。白夜堂々辻斬りに遭うような危険な場所だ。酔った外国人がうろついていたら、みすみす命を差し出すようなもんだ。
ノー、斎藤さん心配しすぎね。さあ行きますよ。まあ、強いんだろうな、きっと。おい、このままでは危険だ。佐藤を追いかけよう。まあチンピラが出てきて戦って、ん？鋭い目の男。あんたアーネスト佐藤だな。イエス。でもどうして私の名前を知っているの？一度でも飲んだことがある人なら必ず覚えている。でもあなたのことを見覚えない。そりゃそうさ。あんたのような偉人と酒を交わすわけがねえ。噂を聞いてやってきたが、なんだ、ただの酔っ払いじゃねえか。なんだ、お前は。俺は、川上彦斎。彦斎？彦斎でいいのこれ。日本を食い物にする偉人どもを上位のために切り伏せるのが俺の使命よ。待て、こいつはお前の思うような外国人じゃない。そいつをかばうのか。同じ日本人として残念だが、仕方あるまい。偉人もろとも切り捨ててくれる。ノー、ノー、私まだ死にたくないよ。佐藤、少し離れていろ。すぐに終わる。少しは腕に覚えがあるみてえだな。だが、俺の居合術には到底及ばねえさ。来い、刺身にしてやれ。パパッとやっちゃいましょう。オッケー。くわー、畜生め。川上とか言ったな。あんたがどんな考えを持とうが構わねえ。だが、考えが違うってだけで他人を切るような真似はやめろ。気に食わない。意見が合わないなんて理由で無抵抗の人を切ったところで、世の中をあんたの望む形に変えることはできない。ち、この俺に人を切るなと説くとはな。それらしい説教垂れやがって。まあいい。俺が手を出さなくたって他の奴が切るさ。あれだけ酒場の噂になってるやな。まさか、ユウ以外にも私を狙う人切りが。今のうちに酒を楽しんでおくがいいさ。守り続けなきゃいけないな。斎藤さん、ありがとう。もし一緒にいてくれなかったら今頃。今の境には外国人の存在を良しとしない奴も多い。さっきの川上のように外国人を襲う上位派の獅子がいることも知っているはずだ。なぜそこまでして日本のことを知りたがるんだ。好奇心は止められないんだよ。今までもなんとかなってきたし、今日も結果的に助かりましたしね。あんたが切られるとおそらくあんたの国と日本が揉めることになる。最悪戦争にまで発展するかもしれない。万が一にもそんなことになったら困る。思いつきで危険な真似をするんじゃなく、少しは人の迷惑を考えてくれ。イギリスと日本が戦争、それは確かに怖いね。それじゃあこうしましょう。私情報収集するのは我慢するよ。その代わり斎藤さんも手伝ってください。何？待て、どうしてそうなるんだ。そもそも私の命は私のもの。あなたに私の行動を縛る権利はないし、死ぬのなんて怖くないよ。でも私が死んだら斎藤さん困る。つまり斎藤さんには私を死なせないメリットがあるね。斎藤さんのために私は我慢するよ。だからその分だけお手伝いをしてもらわないと。めちゃくちゃだよ。おい、そんなバカな提案があるか。いつジョーク。冗談ね。本当は少し怖い。助けてくれて本当にありがとう。でも私は日本を知りたい。憧れの日本を見て聞いて感じられるのは仕事でこの国にいられる今しかないよ。だから街を歩くし、お酒もたくさん飲むよ。日本人は建前が多くて恥ずかしがり屋だけど、お酒を飲むと本音が出る人が多いからね。そういうことか。私とたくさんお話ししてくれて、研究に協力してくれる人たちにはとっても感謝しているよ。そして日本人は今、外国の影響で高い物価や治安の悪さで困っていることもお話ししていて分かってきたよ。私は政治や経済の知識を持っている。
だからわかるね。日本は良くなる伸びしろがまだまだたくさんあるよ。そのために私の研究は必ず日本の役に立つと約束するよ。だからお願い、手伝ってほしい。どっかな。日本のことを考えての行動だってことは分かった。乗りかかった船だ。酒代分ぐらいは手伝ってやる。だからこれからは無茶なことはするな。オーケー。これでイギリスとの戦争も回避ね。フレンドリー。私たち友達だね。やれやれ、調子のいいやつだ。それで俺は何を手伝えばいいんだ。私の手記集めを手伝ってほしいよ。例えばこんな本のことね。激動の時代を生きた歴史家の手記。うん。手記には日本のことが事細かに書かれていてね、会話とは違う魅力や情報を知ることができるから集めているんだよ。なるほどな。つまり手記を見つけたらあんたに届ければいいんだな。イエス、斉藤さん、引き受けてくれてありがとう。よろしくお願いします。なるほどね。まあ、今までは拾ってないな。まんまと乗せられた気もするが、どこか憎めない男だったな。まあ手記を見つけたら届けてやるか。手記を帯びた偉人、続くね。すぐ人の船に乗っちゃうからね、この男は。行きましょう。ん？わーん。ん？ん？はい、また放っておけないよ。好き嫌いばっかり言って、いい加減にしなさい。だって、野菜が。そんなわがままばかり言う子はうちにはいりませんからね。勝手になさい。お母さん。待ってよ。お母さん、野菜、ヒック。まったく。いつの時代も野菜は子供の天敵だな。俺も昔はあまり食べられなかった。野菜が、ヒック。野菜が、食べたいよ。何？野菜が好きだと。子供は野菜嫌いが多いイメージがあるけど、目の前にいたのは野菜好きの少年だったわけだ。こりゃ行きましょう。おい、野菜が食べたいよ。野菜が食べたい。そんな泣くほど。男がそんなに泣くもんじゃないぞ。お前そんなに野菜が好きなのか。え？うん、好き。ああ、そうか。野菜。子供で野菜が好きとは珍しいな。そうなのかな。僕ね、野菜が大好きなの。わかったよ、それは。でもうちのお母さんね、大嫌いなんだ、野菜。ああ、お母さんが嫌いなんだね。だからうちのご飯、豆腐ばっかりなんだ。珍しい母親だな。僕、野菜が食べたいって言っても、お母さんが許してくれなくて。ヒック、野菜食べたいよ。毎日豆腐ばっかり、もう嫌だよ。それは嫌だな。もう野菜食べたい抜きにしても嫌だね、毎日豆腐ばっかりは。確かにそんな食生活だと野菜が食べたくなるのも当然かもしれないな。僕決めた。ん？僕家出する。何？家出だと？うん。どこか遠くの町まで家出して、野菜好きなお家の子になるんだ。そんな家出の理由聞いたことねえぞ。いや、確かに毎日豆腐は辛いかもしれんが、その年で家出というのは早いんじゃないか。だってじゃないと僕一生野菜食べらんない。ならおじいさんが野菜をくれる？何？俺がか。うん。もしくれないなら家出しようかな。こいつ、野菜のためなら本当にやりかねん。この歳で家出というのはいろいろ危ないし、家の余った野菜でもくれてやるか。仕方ない。まあ野菜を食べることは悪いことではないしな。特別に俺の野菜を分けてやろう。え、本当？やったー。その代わりもう家出するなんて言うんじゃないぞ。約束だ。うん、野菜が食べられるなら家出しない。ありがとうお兄ちゃん。
約束。お兄ちゃん、いい子だな。あげましょうか、じゃあ。ああ、お前か。ちゃんといい子にしているか。うん。お兄ちゃんと約束したから我慢してるよ、家で。それはいいことだな。でもそろそろ僕食べたくなってきちゃったよ、野菜。あげるよ。あるかな。あ、ありますね。じゃがいもからあげようかな。こいつを食うか。じゃがいもだ。あ、これ僕大好き。いただきます。生で、生でいくの。ごちそうさまでした。うまかったか。うん、とっても。本当はもっと食べたいけれど、家でご飯が食べられなくなっちゃうから我慢。いい心がけだな。お兄ちゃん、ありがとう。まあ、よかったよ。うん、絆ね。わかりました。まあ、野菜は常に持っておこうか。行きましょう。